ジュエリーホームのインクルージョン。皆さんこんにちは、新田慎之介です。今日はブックレビュー兼著者のインタビューとして、売り時の小暮社長をお呼びしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして、売り時の、公式 YouTube をご覧の皆さんこんにちは、弁護士の新田慎之介です。はい、ということで今日コラボ企画ありがとうございます。ありがとうございます。小暮康夫社長のね、簡単なご経歴を私の方からすでにご存知の方も多いと思いますが紹介させていただきます。1981年東京都生まれ、慶応義塾大学大学院システムデザインマネジメント研究科修士課程修了で、2005年に学生起業後、まあ、いくつもの、サービスをね立ち上げて、現在は売り時というね買取プラットフォーム、まあ、C2B っていう形式になるんですかね、はい、代表取締役をされていらっしゃいます。まあ、いろんな、ね、論文とかメディアにも出演されている方なので結構知ってる方多いと思いますが、今日はいろいろね聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まあ、慶応のね先輩ということで、私も5校上なので多分院生ぐらいの時に私も見たいましたね多分。あ、そうですか。うん、私は2010年卒の法学科なので。あ、なるほど。私はですね、あの社会人になってから院行ってるって、まあ、そういう意味だと、ちょっと先生の方が先輩かもしれない。あ、そうなんですね。なるほど。で、今回、ご出版、リユース革命というね、はい、を出版されまして、Amazon のリリース出た瞬間にポチりまして、ありがとうございます。嬉しい。届いた翌日にはもう全部読みましたんで、いや、非常に面白かったですね。読みやすいし。もう一言で言うと、まあ、リユース、日本におけるリユースビジネスの、まあ、まとめっていうか教科書みたいな位置づけで私は読みましたね。ありがとうございます。うん、まあ、しっかり研究もされてる方だから、なんかこう、今までのリユース本ってやっぱり実学的なって言ったらあれだけど、俺の経験ではみたいな、うん、社長の自らのを語るみたいな本が多かったし、まあ、それはそれで、ビジネスされる方にとっては役立つことも多かったと思うんですけど、学術的な要素もちゃんと引っ張りつつ、それこそデータとか過去の歴史的な文献とかも引っ張りつつまとめてくださってるっていうのは非常にいいなと思いました。で、最初読んでてあれって思ったのは、これ誰向けなんだっていうのが分かんなくて、で、そのこんまりさんみたいにユーザー向けなのか、それともプロ向き、質屋さんとかリユース店のオーナー向けなのかっていうのが混乱してたんですけど、でもそれってでも売り時としてはありだと思ってて、どっちもつながないといけないサービスだから、あ、そっかと、両方に向けて発信しないといけないから、そういう一見するとユーザーの方にももっと使いましょうって言いつつ、でも後々だんだん読んでいくと、こうオーナーというか、うん、社長とかそういう査定士さん向けにもなっているっていう、なんかうまい感じにハイブリッドされた構成だなって思ったんですけど、それ多分編集の方とも結構議論されたとこじゃないんですか。多分それはまさにですね、裏話的な話なんですけど、うん、厳冬者さんからまあ出させていただいて、厳冬者さんからまあお話いただきましたと。で、その中でまさに今おっしゃっていただいた通り、このリユースのなんか教科書本って言ったらちょっとおこがましいんですけど、この一冊読んだらもうリユースのことがわかるみたいな本をやっぱ出したかったんですよね。で、私もいろいろもう15年ぐらいこの業界いますけど、いろんな本読んできた中でやっぱ自伝本とかが多かったのと、ね、あとはハウトゥー本とかかな、と、うん、いう感じなんで、なんか全体像がなんか分かる本みたいなのなかったんですよ、ね、そうですね、古物免許取り方みたいなね、そういうのありますけどね確かに確かに、うん、で、なので、まあ、そういう本をやっぱ出したかったっていうところがちょっとあって、まあ、それはやっぱ B 向けなんですよね、とか、うん、あとはもう本当にもううちの社員とかこれ読めば、一発でリユースのこと、この業界のこと分かるぜっていう、まあ、要は業界的な、その底上げ的な本になればいいなとかは思いましたね。そうですね。うん、まあ、やっぱりあと、経営学的なバックグラウンドがあるから、アントレの教科書っぽい、そのリユース版って感じはすごい印象として残りましたね。はい、で、おっしゃる通りで、それだけだと、まあ、ケントスさんの人にも、ちょっとパイが狭すぎて、まあ、そうですよね。売れないんだよね、みたいな、ぶっちゃけ言われたんですよ。うん、で、僕らも、まあ、僕らというか、まあ、C2B をやっていく中で、その、リユースをしてもらうっていう、この人口をどうやって増やすのかっていうことをやってるので、うん、で、
この本にも書かせてもらってるんですけど、やっぱ6割の人がリユースで物を売ってないと、うん、いうのが、まあ、もうデータで出ていて、でそれってもう10年以上変わってないんですよね。うん、で、まあ、1人でも多くの人にこのリユース業界のなんか素晴らしさを知ってもらいたいっていうのがやっぱ根底にあって、でそうなってくると、じゃあそこをどうやってその C の皆さんにこうアプローチしていくのかみたいなところをやっぱ厳冬者さんと話していく中で、まあ、ちょっと私のパーソナルの部分を書かせていただいたりだとか、うん、まあ、そうやって、まあ、うまくハイブリッドさせていただいた、そうですよね。でそこが結構いくつか気になったポイントの一つにもなっていまして、はい、どうすればじゃあ、リユースの利用人口が増えるというか、淡水に眠っている財産を有効活用できるのかっていうところですよね。計画的には結構データとかで示されて、おお、なるほどと思うけど、でもそういうのを示されたからって一般のユーザーさんがじゃあ、ね、売りに行くかっていうとそうではないから、そこのところも結構示唆に富む記述、まあ、私は要約するとかっこいいって思わせないと利用してもらえないんじゃないってどっかで書いてくださってて、それはその通りだなって思ったんですよね。212ページにスマートにお金を作り出す自分とか、より優れた方法をしている自分とかっていう価値の部分はすごい重要だなと思ってて、今リユースの皆さん人より高く買いますとか金価格が高騰しますばっかり言うから、その相場に踊らされてるだけではいつまでたってもなんか金にがめつい人を来てくださいって言ってるようなもんだから、うん、それではちょっとなんか違うんじゃないかなって前から思ってる部分があるので、すごくヒントがいろいろ出てくるなって思いましたね。売り時のシステムとしてもやっぱりそういうおしゃれなスタンプをこうね可愛く配置したりとかして、まあやっぱまあ一個メルカリっていうのは一つこう おしゃれな若者というブランディングでなんかこうやってる、普通の質屋さんとは違うっていうのをやってるのと同じように、売り時の場合はそれとは違ういろんな査定士さんと直接連絡が取れたりするじゃないですか、そこをこううまくこう活用されてるんだなっていうふうに一緒に思いましたね。我々、まあ、社内でもよく言ってますし、パートナー、まあ、クライアントの皆さんとか、パートナーの皆さん、お話しさせてもらってるんですけど、まあ、これからは、今までは、なんか、いくらで売るかみたいな、トークだったけど、うん、これからは、誰に売るかの時代になるよって言ってるんですよ。そうですね。なので、その、この人に売りたいって思われるような、そのお店作りとか、あとは人の教育っていうところが非常に重要になってくるし、まあ逆に言うと我々売り時ってプラットフォームなので、そういったお店さん、素晴らしいお店さんや、まあ素晴らしい査定士さん、鑑定士さんたちをどういうふうにこうアピールしていくのか、ユーザーに、まあ、まあ表現していくのかっていうところが、まあ我々に求められるところだなっていうところで、まあずっと考えてます。そうですよね。やっぱり普通の C2C のフリマアプリとかとはやっぱり違うなと思うな。フリマアプリってやっぱりこう素人対素人の交渉みたいになるから、結構値付けとかがばらつくっていうか、なんかもうすごい高い本当は価値があるもの安く出しちゃったりとか、すごいなんか安いものなのに高く売れちゃったりするっていう、まあそれも面白さであるけど、プロの査定士さんたちが複数集まることで得られる共有値っていうか、ね、ビッグデータみたいなものがもっとなんか出てくるためには、その一括査定みたいなシステムがもっとあるといいなっていうのは前から思ってたんで、すごくこうね、もっと利用されるといいなって思いましたね。ですね。この本の中前半では結構生い立ちみたいなところにも深く切り込んでくださっていまして、そういうことされてたんだと思ってすごい面白かったですね。聞いたことない話が、特にまず最初ジュエリーから入ってたっていうのが面白かったですね。そうなんですよ。そうそうそう。ベビージュエリーでしたっけ？そうなんです。ルキルネっていうサービスなんですよね。うんうん、はい。これは実はでも、今でもちょいちょいね、そういうのもやるブランドとかがあるような、なんていうの、ジャンルっていうか、その出産に絡めて記念としてジュエリーをするっていうところで。でもまあ、失敗理由もちゃんと書いてあって面白かったですね。いや、めちゃめちゃ失敗しましたね、あれは。うん。そう、生まれた子供、生まれたばっかの子供のね、指のサイズを測って、それを指輪にして、まあ将来的に、まあ、アクセサリーにしていくみたいな。まあ、たまたまかもしれないですけど、まあ、うちの父が産婦人科医だったりとかしていて、そうですよね。まあ、そういったところから、なんかアイデアが出てきたりとかもしたと
ですね。でも発想自体はね面白いし、いろんな産科婦人科にこうポップ置いてもらったりサンプル置いてもらったりすれば、なんか営業は 今でもやろうとしたらまた別の切り口から同じようなものやれって言ったらやり方変えるんじゃないですか多分。あ、今だったらそうかもしれないですね。まあ、あの時は本当学生の時で、まあでも本当に産婦人科さんのところ学生の時に営業回って、それこそ本当にポップ置いてもらったりとかして、うんうん、なんかまあ1クリニック1クリニック口説きに行ってやってましたね、うんうん、はい。今だったらどうですかね、デジタルの CAD とかもあるからネットで受注受けてそこから作り始めれば、まあ在庫を抱えるリスクもそんなにないかなっていう感じはあったりするけど、まあ、完全オーダーメイドだったんでそこまで在庫がかかることはなかったんですけど、まあ、一貫点おっしゃる通りで原価が僕らすごい高かったみたいな。あ、なるほど。あのもう本当にそこまでやっぱ知識がなかったっていうところもあるんですけど、そのいかにこう安く質のいいものを生産できるかっていうところのパワーは全く追いついてなかったですね。そうですね。あのリユース業界でもやっぱりアパレルとかの、ね、利益率がいいとかって言って、宝石金属はやっぱ原価が結構高いからそんなに利益率良くないっていう話は結構いろんな分析で目にするんですけど、やっぱ参入障壁としてはちょっと高かったんですかね、最初の部分で貴金属扱うっていうのは。ですね、あの時しかも資本金4円でやってましたからね。すごいですね。いや、でその次にやったあの漫画の、はい、全巻セットフリーサービス、はい、これもまあなんか失敗理由もバッチリ書いてあって、はい、それはそうだなっていう感じで納得しながら読みましたね。そうですね、やっぱ人気が出てくるとどうしてもね、新刊書店さんとかと競合してしまったりとか、在庫がもう取り合いになってしまったりとかっていうのがどうしても限界来るんだろうなっていうのはよく分かりました、読んでて。いや、そうなんですよね。受注はなので、あれは結構自分たちがやった中では一番うまくいったサービスなんですけど、なんか他にもいろいろあのアパレルの医師やってるとかいろいろやったんですけど、まあ、とにかく受注が圧倒的に多かったんですよね。注文が多かったんだけど、ユーザーのその声に応えられたのが半分もいってないんですよね。あ、なるほど、なるほど。やっぱり自分たちの足で集めなきゃいけないっていうところが一番大変でした、やっぱり。いや、そうですね。で、そこから出版取り次ぎ店とか、うん、とかとも組んだんですけど、それでも追いつかずって感じですね。なるほど、なるほど。月商で3000万超えてもまだ半分も多分さばけてなかったと思います。やっぱり物を直接こう理解するっていうところは物をね扱わなきゃいけないからどうしてもマンパワーもいるし大変ですよね。そういうの反省もあって今のなんて言うんでしょうね、プラットフォーム系っていうんですか、はい、に行こうっていう意識はやっぱどっかであったんですかね。あ、そうですね。その時のやっぱり、まあ、ちょっと軽く本にも書かせてもらってますけど、とにかく在庫を集めるのが大変だったんですよ。そうなんでしょうね、うん。で、まあ新刊の方も、まあ、とにかく出版不況で本が捨てられないっていうのもあったんですけど、じゃあリユースの方、あの古本の方はもっと在庫集まらないんですよね、うん。まあ、当たり前ですけど、一ルーツが回ってないって感じ、まあ、しかも全巻揃えるってなったらね、一巻二巻は結構流通数あっても、はい、大体こうね文庫本もそうですけど下巻とかね三巻以降がなかなかないですもんね、はい。で、うん、もちろん古本だけじゃなくて、例えばゲームとか他の商材とかも、まあ、やったりとかしたんですけど、やっぱりそのいかにその価値あるものを価値つけて買い取ることをしていくってことがまあ重要なのかなっていうのは思ったんですよね、その在庫を集めていく上で。なので、なんだろうな、まあ、ちょっと飛ぶんですけど、そのリユースって、まあ、結構質のいい人気のあるものが安く買えるわけじゃないですか、はい、あ、ユーザーからすれば、うん。なので、そういったいい商品をどれだけ集められるのかっていうところが、まあ、リユース業者の、まあ、肝になってくるわけですよね。うん、でここが、すごい我々も苦労して、で、うん、じゃあ、なんかどういう広告手段があるんだろうと思ったときに、まあ、我々がやったのは、アフィリエイトとリストと、うん、あとはテレビ CM もやりました。おー、でそれ以外がですね、ネットでやってる商売なのに、それ以外がないんですよ。うんうん、媒体が。例えば、じゃあ飲食店行くって言ったら食べログとかグルナビ見るわけじゃないですか。うん、なんで、リユースは買い取りが命なのに、その、買い取りに特化した、その、なんだろう、その広告媒体というか、プラットフォーム、メディアがないんだろうって。我々お金いくらでも、その時は払いたかったんで、テレビCM行ってたぐらいだったので。でもどこにもなかったんで、で、なんか各社さん、なんかどっか、ないですか
き回ったりとか、作る予定ないですかとか聞き回ったんですけど、まあ、なかなかこう立ち上がっていかなそうだったので、じゃあもう自分たちで作ろうというところで立ち上げたのが、まあ、ネットリジョンのサービス、ね。なるほど、なるほど。そうなんですね。会員登録してやってみたんですよ。これ読んでてカフェで。これどんななんだろうと興味持って登録して、もうその時持ってたものをね、ジュエリーですけど、出品したらちゃんと値段つけてくれました。はい、あ、よかったですっていうのもあれですけど、はい。で、まあ、なんて言うんでしょうね、遠方の買取店さんとかね、質店さんとかの方が直接メッセージくれたりするから、いいですよね。今までだと自分の近くっていうか、行ける範囲の中で、まあ、まあ言ったら Google の星見ていくとかっていう人が多いと思うんですけど、うん、まあ、今はね、古物営業法の改正もあって、遠隔の取引もちゃんとルールにのっとってやれば、物を送ったりしてできるから、それで結構選択の幅が広がるし、なんて言うんでしょうね、本当にマニアックなもの、普通の、なんか家の近所の買取店では買い取ってもらえないマニアックな骨董系でも、全国行ったらそれがめっちゃ欲しいっていう専門のお店もあるかもしれないから、ね、選択肢がすごい広がるんだなっていうのはすごく実感しましたね。いろんな新しい取り組みコラボ企画とかも後半の第10章とかで紹介されてて、はい、あ、やっぱフットワークさすが軽いなっていうふうに思いましたね。例えば学生マンションのコラボの3月ぐらいにそういうのをやるとか、はいはい、これもっとやってもいいなって思いましたね。いろいろなところで東急さんの、うん、そういう企画とか、あとまあこれ多分各地域の電鉄とかで、はい、いろんな リユース系の企業がコラボしたり最近していますけど、鉄道のお忘れ物をどう循環させていくかっていうものとかはやっぱり大事ですよね、うん。やっぱそもそも、やっぱり最初の話に戻りますけど、リユースってめちゃくちゃエコで SDGs に、そもそも本来はそこにめっちゃコミットしてる産業のはずなのに、なんかリユース産業のイメージって、なんか1円でもどこより高く買いますみたいな、ちょっとうさんくさいイメージっていうか、まあ、古代広告打ちすぎたせいだと僕は思うんですけど、そっちじゃないところの価値をもっと模索していかないと、みんながかっこいいと思えないじゃないかなって。思っているので、そういうおしゃれでスマートな取り組みをどんどんやって社会的に貢献してるんだっていう意識を末端のスタッフまで持てるような、そんな施策をね、リユース事業者さんが持ってやっていくのがいいなって、やっぱりこの本を読んだ後に強く思いました。あ、嬉しいです、ありがとうございます、うん、感じでね、まあ、あと末尾の11章おまけでね、各重鎮たちの、なんて言うんでしょう、ケースメソッド的な、はい、インタビュー企画みたいなのもおまけで載っていて、うん、この売り時以外のね、ビジネスでどんなのが成功してるんだっていうのも勉強できたりするような、ちょっと詰め詰めなね、美味しいパッケージになっていますのでね、興味ある方ぜひ、買ってみてください。幻冬舎から2020年12月に発売されました、リユース革命、使わないものは今すぐ売りなさいという本になります。小暮さん、最後になんか読者ないしはリスナーの方とかに、メッセージとございましたら一言いただけますか。今、まあ、この本にも書かせてもらってるんですけど、今日本には37兆円眠ってるって言われてるんですね、うん、で携帯だけでも2兆円眠ってるって言われるんですよ。で携帯って言われると急に身近になるじゃないですか。そうですね、確かに使わなくなった携帯ね、うん、そうなんですよね。家に多分使わなくなったスマホとかガラケーとか持ってらっしゃる方はたくさんいらっしゃると思うんですよね。でこの回を、まあ、聞いていただいている方の10人に1人がですよ、世の中の10人に1人が売れば日本は2000億円も活性化するんですよ。リユース品を使わないものを全員が10人に1人が売れば、全部で37兆円なんで 3.7 兆円も日本が経済が活性化するんですよ。だけどほとんどの人が物を売ってないわけですね。なので少しでもですね、興味を持っていただいた方いらっしゃいましたら、ぜひですね、この年末お掃除していらないものが出てきたらぜひ売っていただければと思います。はい、ありがとうございました。今日ゲストにお呼びしましたのは、売り時株式会社代表取締役の小暮康雄社長でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。